パッシブはスキル使用後3枚の羽を獲得し、通常攻撃する対象のルート上の敵にもダメージを与えるようになります。また対象の後方に羽が落ちるようになります。スキル1は指定方向へ羽を飛ばし、ダメージを与え、フィールドに2枚羽を残します。複数に当たった場合は2体目以降ダメージが減少します。スキル2は使用すると攻撃速度が増加し、1回の攻撃で2回攻撃します。効果中敵チャンピオンを攻撃すると追加で移動速度も増加し、夜間も同様の効果を獲得します。スキル3はフィールドに落ちている羽をすべて自分の元に戻し、当たった対象にダメージを与えます。この時羽が3枚以上当たった敵はスネア状態に1秒間になります。スキル4は発動中対象指定されなくなります。効果終了時指定方向へ羽を5枚飛ばしダメージを与えます。今回はワイルドリフトの以前バフが入ってから一度紹介したと思うんですが、ザヤを使ったマークスマンでの運用をご紹介していこうかと思います。まあ、かなり味方に来た場合はあまり嬉しくないマークスマンだったんですが、意外と自分で使ってみたら、まあ、やはりウルトの性能が非常に素晴らしいので、まあ、エズの3スキと同じような感じ、まあ、クールダウンが圧倒的に違うので同じというとちょっと語弊があるかもしれないですが、まあ、その使わなければやべえって思った時だけ攻めの、まあ、ウルトを使わないようにするだけでぐっと死なないので、まあ、マークスマンとして死なないだけで、まあ、スキルのパッシブ効果の羽ちゃんがピュンピュンって飛びますので、後ろからタンクを殴ってもそのタンクの後ろにいる後衛に対してダメージを出すことができるというのは非常に素晴らしいですね。合わせて最近マークスマン強化習慣でマークスマンばっか使ってるんですが、まあこのザヤ確か使用回数2回目ぐらいな、まあ強化されてから2回目ですねの時に使った感じで、このラカンの人とパーティーでやってるような感じですね。で、まあマークスマンしてやっぱ思うのが、レーンをまあ止める、まあ、フリーズさせるっていう言い方をするとあれですけど、止めて、味方のガンクをしやすいようなレーン状況を作っておくよりか、まあ、ごめんなさい、ちょっとまあこれがレートがダイヤエメ隊なのでちょっと何とも言えないですが、過剰に押して今みたいな形でタワーの下にミニオンなすりつけて、そうすると敵はもちろんそのタワーのダメージと、まあ味方の私のミニオンが削れる HP を見ながらラストヒットを取らないといけないのでちょっと難しいんですね。まあ、慣れてればいいんですけど、私もあんまり慣れてないのでマークスマンよくしくることがあるんですが、やっぱそっちの方がラストヒット落としやすいのかなって気はするんですね。なのでまあどっちにしろ、レーンを止めといても敵はしっかりガンクしに来るし、なんだったらタワー下にいても敵もガンクしに来るので、まあ、それだったらもう過剰に押してレーン戦ドレイクのタイミングになる前の時に対面のマークスマンに対して、まあもちろん死なないことは前提ですが、そうじゃなくてラストヒット部分だけでも、まあ300-400円、できれば1キルの500円分ぐらいの差をつけるように目指した方がレーン戦はやりやすいと思いますね。まあ、それを最近ずっと心がけてやってるかわからないですけど、ほぼほぼこの2対2のレーン戦で負けることは、まあそもそもそのタワーにミニオンなすっちゃうとやっぱりやりづらいんですね。ミニオンが真ん中でぶつかってるような状況でダメ取りはやっぱりしやすいですが、ミニオンがタワー下にぶち込まれてるような状況でダメ取りしに行くと、やっぱりミニオンのアグロって序盤めちゃくちゃ痛いので、それを背負いながらダメ取りするのってかなり渋いんですね。合わせてやっぱりもう一方的にタワー下まで進めれますので、かなりのファーム性能は高いと思いますね。なんでまあ現状全てのマークスマンを触ってるわけではないですが、カイサより多分プッシュ力は高い、低レベル帯のプッシュ力は高いですね。まあ、特にさっき言った通りパッシブが貫通するので 1,2,3、まあ、正直 1,2 だけでも問題なくやれば簡単にワンウェブ入れることができますから、まあ、そこはいいですね。で合わせて後衛ミニオンだとタワーのダメージ2発からの通常で簡単にラストヒット取れますが、前衛ミニオンだと割となんかそれが狂ってくるとうまいこといかなかったりしますので、まあ、そういうところも含めてタワーナスリの方がやりやすいんじゃないかなって気はしますね。見てわかる通り結構いいダメージ出ますよね。で一応ザヤ
の、まあ、基本的なコンボの一つとしては2スキオンにして通常入れた後すぐに1スキからの3即座で簡単にお手軽1人スネアかけることができるんですけど、まあ、3をすぐ使っちゃうことになるのでそこはちょっと考えた上でっていうところと合わせて3スキを最後まで持っておく必要はなかったりもするのかなって気はしますので2と1を回した後に、まあ、パッシブの羽がなくなった状況であれば3使って羽戻しちゃってもいいのかなって気もします。まあ、その辺は慣れていくうちでケースバイケースでやっていただければいいと思いますが、まあ、3をあまりにも惜しむ必要はないと思います。ただウルトは惜しんでください。よくあのウルトでフラッシュインウルトして敵をなんかしようとすることありますがそういうスキルではありませんので主にはもう自衛ですね。ここもウーコン見えている状況ですが、まあ、ウルトは使わずウーコンが来てから入るみたいな感じですね。本当はもうちょっと綺麗に避けたかったんですがめっちゃ食らっちゃいましたが、ここは粘り切れるのがなかなかキャラバ感じますよね。まあラカンザヤというシナジーがあるコンビにしてますが割とやっぱし粘れると思いますね。まあ、あの早めに切っておく、まあ、特にブラウムのウルトだったりとか拳のスタック入ると結構めんどくさいことになっちゃいますので、まあ、やばいスキルを早めにささっと切っておくっていうのは、まあ、あの MM 使う上で大切になってくると思いますね。でただまあなんとも言えないです。無理なガンクに付き合う必要はないのかなとも思っちゃいますね。ここもここまで奥まで行って、まあ、下がってよし引き直しかなと思ったらバイがウルトしてタワーの下まで走っちゃってるような状況で、まあ、こういう時はもう正直付き合いたくないですね。なんでまあファームしてたんですけどそしたらみんながみんな付き合って、どえらいことになりましたね。でここに出てくる GG からの AD ファーム、まあ、テンプルですね。ちょっとさすがにきついですね。数が多かったので、まあ、ああいう状況を無理して、まあ、羅漢私、で、まあ、カタリナが遅れて遅刻してキル回収してくれましたが、まあ、ああいう時に突っ込んで死ぬっていう時では結構やっぱ味方を見捨てることも大事だと思いますね。マークスマン使ってて無理に味方に付き合ってマークスマンも結局落ちちゃって何事もなかったみたいなことになると渋いですから、まあ、その辺の見極めがマークスマンは難しいかなっていうのと必ず狙われますのでウーコンのウルトだったりとかブラウム特に今回だとブラウムの拳が、まあ、次のパッチで弱体化される、まあ、もしかしたらこれちょっとアップロードのタイミングであれがずれてるかもしれないですけど弱体化が入りますので、まあ、それであってもやっぱりパッシブの拳が非常に長いですからそこはちょっと要注意ですね。でまあ、集団戦の時やっぱりこうやってぐちゃぐちゃしてると今だとブラームとトリスターナが生きてましたがどっち狙ってるか分かんないなんてことたまにありませんかね。まあ、今現実我々あれ私あれ誰タグってるか分かんなかったんですけどそういう時は顔のマークのポートレートを活用して、まあ、トリス狙って殴るっていうところをすると、まあ、比較的やりやすいかなって気はしますね。まあ、ただ射程がちょっと短いかなって気はするけれども、まあ 前にいるタンク殴って後ろにダメージ伝播させるみたいなやり方することができれば割とダメージ出しやすいし無理しなくても、何か触ることができれば後ろにダメージ飛ばすことができるっていうのは非常にいいキャラクターだと思いますね。まあ、ただある程度な装備というか、まあ、ビルドも結構人によりけりなので何とも言えないですが一応今回はトリホを作ってるビルドを紹介してますが、シブ作った AIEとかでもいいですので、まあ、ビルドは臨機応変に敵を見ながらカスタムしていくような感じでいいと思います。まあ、本当にそれぐらいですか。一応まあウルトしながらフラッシュで伸ばすこともできるんですが、まあ、ほとんどのケースそれをすることはないですので、まあ、基本は後ろから入ってきた敵に対して、まあ、パカパカするだけでもダメージ出すことができるマークスマンですね。本来であれば、まあ、柔らかいやつをフォーカスしないといけないですがことザヤに関してはタンク狙って後ろのやつに電波させてひたすら AA するだけですね。ただ、まあ、そんなに序盤クールダウンが回らない時だと3スキー1回使っちゃうと集団戦で2回目3回目は戻ってきませんのでそこは要注意だと思いますね。まあ、基本2をオンにして、敵のチャンピオンを殴りながら移動速度で追っかけつつ王剣使いながら1スキ使って3スキで戻してスネアというような感じで戦えますね。本当にウルトは攻めで使うことはまずないと思いますね。あとはこのイチャラブリコールも、まあ、羅漢がいれば使うことができるかなっていうところほぼあんまりザヤ羅漢がコンビで出てくることはあまりありませんので、まあ、そういう機能があったのかって思い出すパターンですね。まあ、ここも前に無理して入らず後ろからパッシブ活用してパカパカある程度敵が溜まったなと思ったら羽を戻してスネアというような戦い方でいいですのでこれ後ろから殴ってるだけでめっちゃ火力出ますよね。なんで2スキの、チャンピオン殴った時の移動速度増加かなりでかいですから本当に
思った以上に弱くはないですし、火力も出てくれるっていうところはありますので、まあ、割と舐めてると、本当に転がっちゃうことがありますね。連戦はかなりイージーだと思いますので、まあ、マークスマン練習で AA メインのキャラクターですから、まあ、連戦プッシュもお手軽ですし、まあ、そこまでなんか不利つくような感じはないのかなと思いますので、今流行ってるエズのカウンターとしても使うことができますから、一度やったことない方はザヤやってみると意外とハマるかもしれないですね。私は最近結構ハマってますね。ということで以上マークスマンの、ザヤボット、まあ、ドラゴン連かなの運用になりました。